さあそしてこの Z 階の映像の地理の講座では今お話をしましたまずきちっと理解することこれを講義を通してやっててもらいますそして続けてそれを問題を解くときにきちっと使いこなすことができるようになってもらいますさらにきちっと書けるようになってもらうことをやります ですからあまあ1回の講義は少し時間長いめ、ねえー、になるわけですけども、ね、きちっとその3点これを盛り込んで、ね、授業の方を展開していくことをこいつをやっていきますな形でしっかり力をこの講座を使って身につけていくようにしてほしいと思います。一緒に頑張っていきましょう